はい、こんにちは、おっさんです。今日はね、お部屋のお掃除をしていたらお財布がいっぱい、はい、お財布がいっぱい見つかったので、これをね、ちょっとね、整理していきたいなと。ちょっとね、前にね、この旅行行く時に持ってたパスポートケースの方はある程度整理しといたんだけど、それ以外にもね、いろいろお金が見つかったので、今日はご紹介していこうと思います。はい、まずこちらね、おっさんお気に入りのお財布ですけども、これは旅行行く時にパスポートが入ってますんで、このままね、持ってけば旅行ができると。で、これはタイとかで使ってたやつですね。サブウェイ乗るときにピッてやるやつです。せっかく旅行行くんでね、いちいちチケット買って時間潰すのも嫌なんで、こういったのを買うとすごい便利ですね。タイはね、確かね、キャッシュバックっていうか、デポジットを戻すのがめんどくさくてやってなかったんですね。香港とか行った時は確か戻せたと思うんですけど、まあそのまま何回も行くんでいいかなと思ってそのままにしてました。そしたらコロナになっちゃってなかなかもう行けないですね。で、このお金もね、いちいち両替するのめんどくさいんで、そのまま一回使ったものは両替せずに持っていたという状況です。これがね、タイですかね、タイの王様が入ってます。これいくらぐらいあるんだろうね、ちょっと調べてみましょう。はい、これ多分タイの王様ですね。これだいたい3000ちょっとで1万円ぐらいの価値があったはずなんで、まあまあ3000、パッと見3300ですかね。これちょっとレートを見てないんで分かりませんが、多分1万円ぐらいあるでしょう。はい、おっさん1万円確保。はい、次はね、これドルですね。ドルは多分これあんまないですね。はい、50、20、50ということで75に対して、こっちが十数ドル、1ドルが十数ドルありますね。ということは、まあ100ドルないですね、これも。はい、これも100ドルないぐらいで、うん。で、最後、違うな、まだあるね。はい、これシンガポールですね。シンガポールは50、100。あれ、シンガポールってレートいくらぐらいでしたっけ。100ドルとドルと同じぐらいでしたっけ。忘れちゃったな。はい、せっかくだから綺麗に並べときましょう。10、10、10、10、10、これが2ドル、5ドル、2ドル、はい、2ドル。これで、50の100、150、160ありますね。160、はい。で、最後こちらね、これ珍しいでしょ。これミャンマーのお金なんですけども、こんな綺麗なお金はね、めったに見ない。こんな綺麗なピン札はミャンマーではめったに見ないでしたね。見ませんでしたね。で、今クーデター起こってるでしょ。なかなか行かないですよね、ここも。はい、これがね、1万チャットですね。一番高額なお金で、これが5000チャット、ゾウさんですね。これが1000チャット、まあこれが10分の1の以下の値段なんで、まあ2000円ぐらいしかないんですけども、おっさんのこのお財布群の中にね、これがあって、この中に
見てください、ドバッとお金が札束が入ってたんですよ。すごくないですか。こんな汚いんですよ、現地のお金って。こんな汚いんだよね。はい、これこうあんまないね、思ったほどなかった。1、2、3、4、5。でこれがまあ20ぐらいですかね。となるとこれも7000円ぐらいですね。大したことなかった。汚いなこれ、見てください、この汚いお札。もうな汚すぎるよね。はい、こんな感じで、なかなか綺麗な、こっちの綺麗なお札だったらいいんですけどね、この汚いお札捨てたいな。もう当分遊びに行くこともないでしょうが、大事に取っときましょう。はい、こうやってねしまっとくと旅行行った時大変便利です。この汚いお金はね、もう捨てましょう。はい、続いてはね、このコイン。これね、かずきちゃんチャンネルでコインマジックをいろいろ見てるんで真似しようと思ってね、購入したんですけど、あれ1ドル足りなかった。はい、50セントですね、これで。これが後ろがイーグルだけのものを買いました。でこれをね、こうやってなんかこうやって飛ばすっていうマッスルできねえよ。こうできねえよ。